コーディングスタート。あ、週刊運にです。いわますか、YouTube からお送りしてます。いわいますかです。そして、お相手は、はい、みよしじいでございます。よろしくお願いします。で、今回は、ボロノイ、ボロノイですね。ボロノイ。 ボロノイの説明をするべきか、べきじゃないか <laughs>。まあやや、やりながらやりましょう。<laughs> そっか。これのね、最初が素敵ですよ、これ。うん、このね、ビーって飛んでいくのね。もっと広がって。もう、もう二度とその瞬間は現れないので <laughs>。あ、そして、つまりこれは十二角形で四方に飛んでいくんですけど、あ、十二方向ですね、平均的な。でもあの上下に はい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 あのずらさないとまあ衝突してるし同,、ね、同じになるしあの点が同じところにいるともはや事故のような感じでですねあの計算がむ難しくなるっていうか全ての点があるところの全ての点が4つの点から同じ距離とかなんか難しくなってしまう。これだとあの <laughs> なんか近づいたように見えてもなんていうかえっ、ー、とい、えー、領域の担当がこの何縄張り争いが分かりやすいというかなので、うん、はいだから点と点のまあええー、距離の 2, 2点から等しい距離のところにこうなんか 境界線が引かれるわけですよねあそ,うそうですね。つまり一番近い点のお支配下にくなり、領地が分け,分けられるわけですね。はい、すると結局のところを、これなんだっけ、二等分線垂直二等分線。垂直二等分線のが引かれる感じになります。 だどの点とどの点の間にも垂直二等分線があって、そうですね、まあ。無限にまではいかなくてと、途中で遮られれば止まるという感じかな。無限。ああ、まあまあ、そうです。あそしてこれ自体は、あの <coughs> 正方形の領域が右左がつながっている世界で書いてあるので、はい、その中で完結してます。<coughs> はい。 なんか色合いといいこのグラデーションといいあのカエルの卵の卵かを思い出す、ね。ああ、そうね、このね、まあ、丸い感じ。うん、まあ、こういう果物もありますよね、果物。なんかネーブルオレンジのへそのあたりとかね。<laughs> あなるほど。 で出来の悪い柿、いや柿、柿にはないか、色が柿だったんだ。<ー>あ、もうちょっとだから、<や>あれですね、だからあの黒い線、いや、<う>黒い線もっと濃く書けたんですけどね、<laughs> まあ、計算のあやでね。あてのでもね、そねえー、そうそう、あの,ね、あの、下手に書くと、なんかこうギザギザ線が書けちゃうの、ね、で、<ー>割とこれはギザセギザ線じゃなくて良かったなと思ったんだけど、 あの、すんげえびっしり書きすぎちゃったので、ちょっと、オレンジと混ぜてみようかなと思って、混ぜ方をちょっと、えー、失敗しましたかもしれない。あ、そうなんですか、ね。ええー。あの、びっちり、びっちり真っ平らで黒く、あ、線だけ書くのもできますね。はい。うん、あの、色は変えずにね。あと、だから、色を4色で塗り分けるとかもできるんですけど、 ししまままょううかかっていいい感じでですすねああ一緒うんコントラスト強めにしたいなまあこれだからあの点からの距離でグラデーションかかってますよね多分そうです、ね、点の近くが明るくてなると糸くらいっていうことで,えで、ねえー、まあそうなんだけどあの綺麗にこの 境界はっきりさせようと思うと、境界の周りが暗くて、境 <laughs> 界から遠いと明るいっていうのができると、本当は一番きれいな、ね、教会境界の周りから境界の,の周りが一番暗くて、境界から遠いほど明るいっていうことがもしできるなら、きれいにぐらあの色分けができるだろうなとは思うんですけど。ああ、なるほどね。ああ、だから、さちっちゃってもいいけど、 境界線部分からは、そうね、境界線から。うん、あでもそうすると、そっか、領域が狭いか広いかで最大の明るさが変わっちゃうから、うんその点のところはお同じ明るさに最最大の最大の明るさは、ね、さちるんで大丈夫ですけどねあ<ー>あの。天井まで行っちゃうと、もうそれ以上明るくならないんで。 これもだから、あの、あんまり遠いと真っ黒ってことですよね。ああ、これはだから、一番明るいところはその黄色のところに来てるので、うん、他が暗いですね。<laughs> もっとさ、さちらせればいいのかもしれないですね。さち<ー>る集まりですよね。なん、ええ、ですかね。聞いたことはあります。<laughs> あの、あのもう、こう、こう、あの、まあ、あれでしあの、ええ ドラゴンボールとかであの強さのインフレが起こっても、もうど,こどこから上が強いかよくわかんない。それはまた変な戦いだ。<laughs> えっと、待ってよ、だから、まあ、ボリュームを上げても、まあ、どんなにも上げてもボリュームはもうそれ以上上げらないみたいな、あれですね、まあ。テレビとかなんか90ぐらいまで上げられるけど、40ぐらいから変わって聞こえないっていうね。ああ、そう、そんなやつですね。そうです。 この、<ー>なんだっけ、四点がるってなったところがいいですね。そうです、ね。俺は知らな、こうなるとは分かんなかったですね、やるまでは。<ー>この、すれ違いが。すれ違いでむにょってなるのは、うん。うん。想像してなかったです。ああ、そうか、なかなかそうなるもんかっ、つってなかなか。いや、なかなか綺麗。あのえー、で、あ、そうですね。あと、だからその四点と、何トン,ンシャーペンに向かう四点と、 い他の途中、うん他の南東,南,南東とかに向かってるやつのなんかちょっとグループ分けできてますよねこれねうんそのトンンシャーペイのやつの動きが分かりやすいですよね結局ああそうなんですねあそしてどうしてもこのやり方だと 回回転の4回対象ですよ、ね、はい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 。ね、まあ十二角形なので,で、ね。うんそうですね。奇数角形だとちょっとぐちゃぐちゃっとしちゃうかもしれない。ぐじゃぐじゃ、んうん、ぐじゃぐじゃしますね。